はい、金です。呪いの笑い人形パート5、ついにエンディングに行きます。それがハッピーエンドなのかどうか、ここからが楽しみです。では行きましょう。はい、やってきました。もう逃げることはできないの？私はこのままこの女に取り殺されるしかないの？このまま定めを受け入れますか？これは前回いい絵にしたので、もちろんはいにします。後戻りはできません。本当に受け入れますか？はいしかないです。忘れるはずないわ。私の婚約者を奪い取り、一人幸せになろうとした女の顔、ありったけの恨みをぶつけ呪い殺してあげた女の顔を。いい君ね、私を恨んでこんな姿になってまで私の前に現れたかったのね。どんなに悔しかったでしょう。あの人のことなんてもうどうでもいい。すでに私もあの人を通してあなたしか見ていなかったのだから。人を呪わば穴二つ。呪うと決めた時から覚悟はできていた。いいわ、どこへなり連れて行きなさい。あなたを不幸せにできたことが私の幸せなんだから、最後まで付き合ってあげるわ。おお、黒くただれた闇ですかね。なんかブラックホールみたいですけど。ハッピーエンド、これもう誰にも渡さない。あー、主人公とこのずっと呪い続けてた人がタッグになってる感じですね。日記でも見れるんでしょうか。あ、見れますね。こんなに醜い姿になってまでずっと私の心を、体を求めていたのね。いいわ、歪んだ者同士絡まり共に地獄に落ちましょう。ここで喋らせますね。あなたの歪んだ心を受け入れてあげる。私と愛し合いましょう。もう離さないわ。私と、なんて愛おしいの。本当はあなたに見てほしかった。血が滲むほど歯型をつけてあげるわ。あなたは私だけのものよ。あんな男にあなたは渡さない。もう誰にも渡さない。心も体も私のものよ。あなただけを見ていたのよ。あなたの歪ん心もずっと、もう皮膚に食い込むまで爪を立ててあげる。永遠に消えない私だけの印よ。そんなに嬉しいの？私も嬉しいわ。そんなに、あなた本当、もっともっと感じさせて。皮膚に食い、ずっとあなたの歪、ずっとこの時を夢見ていたの。一緒に眠りましょう。本当、あなたの歪、ずっと血が滲む永遠に消え、本当これくらいですかね。もうなさそうです。私と、これがラストです。これハッピーエンドです。なんかくだらない男のことなんて忘れさせてあげる。なんか闇に飲まれた二人って感じですね。皮膚に食い込むまで爪を立ててあげる。というわけで、これにて呪いの藁人形ラストとなります。
最後まで見てくれた皆様ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録などしてもらえたら嬉しいなと思います。他にもどんどん毎日一つずつ動画を上げていくので、そちらの方も見てもらえるととても嬉しいです。コメントも残してもらえるとちゃんと読みますので、よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。それでは。